ご視聴ありがとうございます。今回のシリーズでは、1980年代から1990年代にかけて、黄金時代を築いた、あのセガの誕生物語について、全4回に分けて紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。この動画では、外資系企業として誕生したセガが、やがて国産の会社に変わり、セガの中高の祖とも言われる中山隼夫さんによって、ビデオゲームで頭角を現し、やがて任天堂と家庭用ゲーム市場で、戦いを繰り広げるまでの、物語をご紹介させていただきます。前回からの続き。1982年の、クリスマス商戦以降から、アメリカのゲーム機市場の、冷え込みによって、アメリカのセガの業績は、急降下し始める。当時親会社だったガルフウェスタン社は、アメリカのゲーム市場に見切りをつけ、セガの売却を検討し始める。そして、アメリカに渡った中山さんは、親会社からセガ日本法人の、買収交渉権を手に入れることに、成功する。そして帰国した中山さんは、かねてより面識のあった、CSK の大川会長に、相談に行ったんだ。CSK の大川会長？ここで、中山さんがセガの日本法人の、買取のために訪問することになる、CSK と大川会長について、少しご紹介させていただきます。大川会長は、CSK の経営者であり、創業者でもある人なんだ。CSK とは、法人向けにコンピュータープログラムなどのサービス事業を、展開し、株式上場も果たしている会社だよ。この会社の創業は、コンピューター黎明期の1968年に、企業会計の集計機や、情報処理の事業の、コンピューターサービス株式会社を、設立したところから始まるんだ。そして、事務用のコンピューターが普及し始めると、いち早くプログラムなどの情報サービスを、提供する事業に移行し、1982年には、情報サービス業として初めて、株式上場もしている、法人ソフトウェアの分野の、大手企業だよ。セガの中山さんと CSK の、大川会長は、自宅が同じ世田谷の近所にあり、家族ともども、日頃から親交があったんだよ。それで中山さんは、尊敬する大川会長なら、なんとかセガを救ってくれるかもしれない。と思い、大川会長の自宅を、訪ねたんだ。中山さんと大川会長の、会談。大川会長、わざわざお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。いやいや、中山くんから急遽の、相談があるということで。はい。大川会長には以前から経営について、いろいろご教授いただいており、今回はぜひ、会長のお力添えをいただきたいと、思いまして。失礼ながら急遽、お時間をいただいた次第でございます。ほう、これはただことではなさそうですな。はい、実は前々からご助言いただいておりました。弊社、セガの出資についてのご相談なのです。ほう、御社の出資についてですか？はい、ご存知の通り弊社は、外資系の日本法人として、日本のゲーム市場で商いをさせて、いただいており、おかげさまで順調に業績を、伸ばしてきました。しかし、本社のアメリカの方では、去年のクリスマス商戦からゲーム市場が、崩壊してしまい、それを機に、親会社のガルフウェスタン社が弊社の、売却を検討中なのです。なるほど。それで先日、親会社のガルフウェスタン社と、交渉のため、渡米してまいりました。そしてセガの日本法人については、買収の交渉権を、取り付けることができたんです。なるほど。そうなると、私に日本のセガを買ってほしいということかな。はい、ご名答でございます。なるほど。それで、その金額は、いかほどなんだね。はい、100億です。なるほど、100億か。なんとか、セガをもう一度復活させたいのです。会長何卒、お力添えをよろしくお願いいたします。なるほど。中山くんもよくよく考えての、決断じゃろう。君ならきっと、セガを大きく成長させてくれるであろう。わかった。わしが出資しよう。会長ありがとうございます。こうして CSK の大川会長の、決断により、1983年セガの、日本法人は、親会社のガルフウェスタン社から、CSK。そして社長には中山隼夫さんが、就任することになるんだ。二人の外国人によって、設立され、在日アメリカ軍相手の、ジュークボックスのビジネスから出発した、外資系企業のセガは、この時から、純国産の会社として、生まれ変わり、日本を代表するゲーム会社へと、躍進することになるんだ。国産、セガの誕生。後に大川会長は、セガが大赤字のため、倒産の危機に陥った2001年の時も、セガに対して、850億円もの、個人資産を贈与してセガを、救ったんだ。セガが、国産会社として独立できたのも、現在存続できたのも、大川会長のおかげなんだね。その後セガは、家庭用ゲーム機では、メガドライブや、セガサターンなどを発売。アーケードゲーム機では、スペースハリアーやアウトラン、バーチャファイター2など、次々とヒット作を、送り出し、黄金時代を迎えることになるんだ。セガアメリカの売却。一方で海の向こうでは、1984年8月、ガルフウェスタン社がセガの、アメリカ法人を売却するんだ。売却先は、ピンボール製造の老舗メーカーだった、バリー社だよ。この会社は、1981年に、アーケードゲームメーカーの、
ミッドウェイ社を買収し、生き残りをかけて企業再編している最中だったんだ。そして、セガアメリカのアーケードゲーム機は、バリー・ミッドウェイのブランドで、販売が続けられていて、これ以降も、アタリ社の家庭用ゲーム機であるアタリ VCS や、その他のゲームでも、バリー・ミッドウェイブランドで、発売されるようになるんだ。でも、実質、セガアメリカの消滅だね。セガ VS ニンテンドー、セガの、家庭用ゲーム業界への、参入。このシリーズの最後に、セガとニンテンドーが、家庭用ゲーム市場で対決することになる、この2社の因縁とも言える物語を、ご紹介します。セガとニンテンドーの宿命は、ニンテンドーの山内社長と、腹心の駒井徳蔵さんとの、会談から始まるんだ。1982年、ニンテンドーの社長室では、山内社長と、取締役の駒井さんとの、ニンテンドーの今後の方向性についての、話し合いが行われていたんだ。この頃のニンテンドーは、1980年に、発売したゲームウォッチが、大ヒットしたことで、苦しかった経営もようやく、軌道に乗りかけている頃であり、事業の柱は、携帯ゲームとアーケードゲームであり、そして密かに、家庭用ゲーム機の開発を、進めていたんだ。ここで、今後ゲームウォッチで蓄えた資本を、どの事業に投資していくのか、についての会談が行われていたんだ。山内社長、これからはアーケードゲーム市場にもっと、投資すべきですよ。我が社は70年代からアーケードゲーム業界に、参入していますし、去年発表したドンキーコングも、好調に推移しています。我々のゲーム企画力なら、アーケードゲーム業界でも、成長できると思うんです。これからの任天堂は、携帯ゲーム機と、家庭用ゲーム機、そしてアーケードゲーム機の3本柱でいきましょう。社長、駒井君の意見は、よくわかった。しかし、ようやくゲームウォッチで経営が、軌道に乗ったとはいえ、我が社の会社規模は、まだまだ小さい。新規投資先として、現在開発中の家庭用ゲーム機と、さらにアーケードゲーム機に投資となると、人人材と資金が分散しすぎてしまうのではないか。しかし、ゲームウォッチは、社長も察しておられる通り、あと数年で市場は衰退してしまうでしょう。まあ、この商売はすぐに飽きられるのが、宿命だからな。そうですね、それに現在開発中の、家庭用ゲーム機もヒットするかはわかりませんよ。そうなりますと、我が社の柱がなくなってしまうことになりかねません。確かに駒井君の意見には一理ある。しかし、わしら任天堂は、花札から始めて、トランプやおもちゃなど、一般のお客様への娯楽を、提供する会社なんや。携帯ゲームや、家庭用ゲームは、家庭の子供たちに娯楽を、提供する商売として、神話通っているやけど、アーケードゲーム機となると、人畑が違うんとちゃうかな。それに人材と資金を集中せんと、市場で生き残ることはできへんで。それは社長のおっしゃっていることはわかりますが。あのな、駒井君はしはな。実はあと数年で、アーケードゲーム業界から撤退しようと思っとるんや。撤退ですか。駒井君在前から、アーケードゲーム市場に積極的だったのはわかっとる。だがな、任天堂はやはり、家庭に娯楽を届ける会社や、そこに人材と資金を集中せなならん。山内社長との会談の、結果、結局、駒井さんのアーケードゲームへの、追加投資は叶わず、逆に任天堂は、アーケードゲーム業界からは完全撤退し、家庭用ゲーム機を、事業の柱にするんや。という方向性へと、向かって行くんだよ。この会談を機に駒井さんは、28年間在職した任天堂を、去り、なんと、あのセガに入社することになるんだ。任天堂の重要人物が、ライバルのセガに入社？そうなんだ。それでは次に、任天堂の駒井さんと、セガとのつながりについて見ていこう。任天堂の駒井さんと、セガの中山さんとの出会い。任天堂の駒井さんと、セガとのつながりは、社長でもある中山隼夫さんとの、出会いから始まるんだ。実は、駒井さんと、中山さんとは、エスコ貿易の頃から、任天堂のアーケードゲーム機の、取引で親交があったんだ。任天堂は、1970年代からアーケードゲーム機の、開発をしていて、そして関東地域へのゲーム機の、販売を、エスコ貿易を中心として行っていたんだ。任天堂の駒井さんと、エスコ貿易の中山さんとの、商談。中山さん、いつもお世話になっております。お忙しい中、お時間をいただきまして誠にありがとうございます。いえいえ、駒井さんこそ、京都からわざわざご足労を、いただきまして、ありがとうございます。何でも新機種を発売するとか。はい、今回御社に、ご紹介させていただきたいのは、このシューティングゲームなんです。ほうなるほど、任天堂さんは、他社にない面白いゲームを、作られますからな、楽しみですな。こちらの詳細は、発売から好評をいただいておりまして、この度はやはり関東でネットワークを、お持ちのエスコ貿易さんに、ぜひお取り扱いしていただきたいと、思いましてね。この商材は、なかなか売れそうですな。そうなりますと、価格はいかほどで？はい、今回の新機種の仕入れは、200台のご注文で、このくらいの価格でいかがでしょうか？他の地域でも、これくらいは売れてますし、妥当な台数と仕入れ値かと。ほう、200台で丸々万ですか。少し値段が張りますな。今回の新機種は、好調に売れてますから、値引きがちょっと難しいですよ。
駒井さん、今回の御社のゲーム機は、私の予測ですと全国で、3000台くらいは売れそうですな。まあ、そのくらいでしょうね。そうなりますとですね、関東の市場は、全国の約3割くらいの市場ですから、まあ1000台くらいは売れるでしょうな。まあ、それくらいですかね。弊社の取引先と任天堂さんが、直接市場に販売した台数を、差し引きして、売りさばける台数を考えると、850台が、妥当な仕入れ台数ですね。なるほど、さすが中山さんですね。駒井さん、ここで少しご相談があるのですが。そうなんですか？はい、仕入れを、200台から850台に、増やすとなりますと、やはり大口取引ということで、少し勉強していただきたいのですよ。勉強ですか？はい、我が社の取引先も増えていますし、今回の仕入れは、1000台で行きましょう。1000台ですか？ありがとうございます。その代わり、仕入れ価格は、これでいかがでしょう？しかくしかくなんですか？それは大幅な値引きですね。うーむ。わかりました。中山さんを信頼してこの価格で、応募させていただきます。ということで、任天堂とエスコ貿易との、取引は成立することに。アーケードゲーム機は、1台数十万円もする、根の張るものだったから、業界では確実に売れる分だけを、小口で仕入れるのが商売としては常識だったんだ。けれど、中山さんのビジネス手法は違っていたんだ。中山さんは、日本全体でどれだけ売れるかを、算出して、見込める数字を計算してから、まとめて注文してくるんだよ。そうなれば、商売上手と言われる、任天堂でも、安くせざるを得ない。駒井さんは、中山さんのビジネスマンとしての、見識や勘の良さ、度胸に、常々敬服していたんだ。中山さんは、エスコ貿易のこのかな、やり手の商売人だったんだね。こうした取引から、任天堂の駒井さんと中山さんは、厚い信頼関係で結ばれるようになるんだ。その後、中山さんがセガの副社長になると、駒井さんは、熱烈な誘致を受けることになるんだ。アーケードゲームと、家庭用ゲームによる、日本柱の夢を捨てきれない駒井さんは、駒井くん、セガなら君のやりたかった、アーケード事業と、家庭用ゲーム機事業の、両方ができるようになるよ。我が社でも今、家庭用向け市場に参入しようと、思っているんだ。君は、任天堂で長年、コマーシュ向け事業で采配を、振るっていた実績がある。今度の新規事業である、我が社の家庭用ゲーム機の、開発は、君に任せてみたいんだよ。どうだろう、駒井くん、セガに来ないか。セガは面白いぞ。という、中山さんからの誘いに惹かれ、万感の思いで、任天堂を退職し、1982年9月に、セガへ入社することになるんだ。おお、任天堂の幹部が、セガに入社。そして駒井さんは、セガの家庭用ゲーム事業の、陣頭指揮を、取ることになるんだよ。それは、セガが、純国産会社として、独立する2年前であり、そして、初の家庭用ゲームである、SG-1000 を発売する1年前のことであった。もしかして、セガが、SG-3000 を開発している時に、任天堂が家庭用ゲーム機を、開発していることを知って、急遽 SG-1000 を、作り始めたのって、駒井さんの影響なの？そうなんだ。アーケードゲーム業界では巨人だったセガも、家庭用ゲーム市場は、素人も同然。そんなセガが、全く新しい事業である、家庭用ゲーム市場に迅速に、参入できたのも、元任天堂の役員だった、駒井徳蔵さんの存在があったからなんだ。ここに、家庭用ゲーム市場での、セガ VS 任天堂の因縁の、戦いが始まろうとしていた。セガと任天堂への対決には、歴史に隠れたドラマがあったんだね。そして、1983年7月17日、任天堂から家庭用ゲーム機の、ファミリーコンピューターが発売される。これからの任天堂とセガの、戦いを予見するかのごとく、セガの SG-1000 の発売日も、同年同日の7月17日なんだよね。ここから、20年にも及ぶ、任天堂とセガの、戦いが始まるんだ。セガは、家庭用ゲーム業界では、任天堂と。そして、アーケードゲーム業界では、ナムコやコナミ、カプコンなどと熾烈な戦いを、繰り広げることになるんだ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。